武雄社長のだから金鋭堂。金鋭堂の武雄です。日常の中で求められるメガネとしての機能を満たしながら、あらゆるアクティブシーンへの対応力も兼ね備えるニューモデル、フォーナインズスペシャルメガネフレーム SP25 シリーズ、 SP25 と SP26 が金鋭堂に満を持して入荷です。この SP25 のアイウェア、タウンユースとアクティブユース、どちらにおいても高いレベルで活躍します。この SP25 は通常のラインナップとは異なり、スポーツサングラスまではいかずとも、日々の活動の中でずれないメガネが欲しい、丈夫なメガネが欲しい、ランニングやウォーキングで使えるメガネが欲しい、そんなあなたのご要望を叶えてくれるアイテムです。この SP25 シリーズには、その皆様のご要望にお答えするために、様々な機能が搭載されております。それではここで、この SP25 シリーズに搭載された素晴らしい機能をご紹介させていただきます。このフォーナインズの SP25 シリーズ。日常的にも使いやすいデザインの中で、アクティブシーンでの広い視野を確保する。このウェリントンのデザイン。そして今のトレンドを踏襲した、このクラウンパントの二型で展開します。これらのフレーム素材はオールインジェクションで成形されており、形状安定性、軽量性、耐久性を兼ね備えた様々な環境下で使っていただけるハイスペックなモデルです。この SP25 シリーズのアイウェア、フレーム素材も通常の素材ではなく、このように非常に弾性のある、スポーツに対応する素材が使われております。さらに、この素材を最大限に活かすインジェクション成形。これによって、このような造形的なデザインが生み出されておりますし、同時に高いフレームバランスが実現されています。その中で特筆すべきは、この逆R ヒンジ。この逆R ヒンジが機能性を最大限に発揮し、フレームの歪みや型崩れを防ぎます。ハードなスポーツシーンにも対応できるホールド感が、どのような場面でも常に安定した掛け心地をもたらします。この SP25 シリーズのアイウェア、通常のラインナップとは異なり、アクティブなあなたのために様々な
素晴らしいテクノロジーが施されております。スポーツやドライブといったアクティブなシーンでも高い創用感を生み出すラバー素材のこのパッドと、そして耳にかけるこのモダン、こういったパーツを採用しています。これらのパーツはユーザー自身でも微調整を行えるため、使用環境や掛け心地の好みといった細かなニーズにも対応します。例えばこのラバー部分、頭部に沿わせたい、よりこうズレを防止したい、そういった場合はこのようにユーザー自身で内側に曲げることができますし、逆に耳の部分が痛くなるそういった場合はこれもこのように簡単に調整することができます。このパッド部分もかなり曇るので顔から離したい、そういった場合はこの部分を狭めていただければ顔から離すこともできますし、逆に広げていただくことで鼻への圧迫感を軽減し、さらにお顔に近づけて風や様々な快適要因を減らすことができます。まあ、このようなユーザー自身が求める掛け心地、そしてズレにくさをこの SP25 シリーズは実現しています。フォーナインツの SP25 シリーズのアイウェア、スライス社のベースカラー付き超光レンズが標準装備の SP25 シリーズスライスを初回限定で展開します。この超光レンズ、ベース濃度32から 40.5% から濃度 88.5% まで変化するレンズ。メガネとサングラスの切り替えをシームレスに行うことができます。また、凸起レンズへの対応も可能。時代が求めるサングラスの可能性をさらに広げます。いかがでしたでしょうか。活動的なあなたに送る日本製フォーナインツのスペシャルメガネフレーム SP25 シリーズ、 SP25、SP26、 ぜひあなた自身で体感してみてください。どうぞよろしくお願いいたします。金栄堂ではさまざまな新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから金栄堂。